丈夫？信じらんないくらい体調いいじゃないですか。大勢の人々が転ぶように死んでいったってのに、あなたは頭痛とめまい程度なんて。あなた実は何者なんです？私は、その、普通の人じゃないですから。深夜4時くらいです。この公園、覚えてません？以前、あなたらと一緒に、この花さんの家にお見舞いに行って、追い返されたことがあって。ほら、そこのブランコで、話をしたことがあったでしょ？入院先の病院が、うまく避難してくれてるといいんですけどね。随分ピュアな反応ですね。あなた、一体いつからそこで倒れてたんですか？ニュースでは、テロ組織が犯行声明を出したとかなんとか。ガイアという国際テロ組織がやったとかなんとか。よくもまあ、そんな白々しい嘘をシャーシャーと押し通せるものです。何がテロよ。全部奴らがやったことじゃない。平気な体を持ってるからです。そんな細かいことどうでもいいです。
この町、普通の人の方がずっと多かったのに、町全体を攻撃するなんて。ことです。ダメって言ったでしょ。あなたは病み上がりなのに、もう。だいぶ耐性がついた。また透析生活に逆戻りだろうが、今夜くらいなら平気だ。それにこの宇宙服、熱い。熱いからって脱ぐ人がいる？あ、もう。せっかく退院できそうだったのに。心配した。無事で嬉しい。どうしてお前がここにいる？大鳥千早、両手を頭に乗せて膝で立て。10秒。飛んだ疫病神を拾っちゃったものです。解放しなきゃよかった。
いはい、降参ですよ。ジュネーブでよろしくお願いします。スイスの首都、それはベルン。彼女が天の子君を解放してくれたの？どうして彼を？この正気の大災害の中心がこの公園だった。それを調べに来て、ひまわり畑の残骸の中で彼を見つけたの。この正気の中で生きてるなんて信じられなかった。無視するわけにもいかず、つい助けたのが運の尽き。小太郎は不思議に思わないのか。どうして千早がこの猛毒の正気の中で防護服もなく平気なのか。私や小太郎でなければ、防護服を脱いだ途端に膿をまき散らして死ぬ。それが死なない。すごい暴言じゃないですか。死んでる方が正常だと、生きてちゃいけないと。あなたたちの仕業だってのは分かってるんだから。どれだけ死んだと思ってんの。死ねたならまだいい。死に損ねて今ものたうち回ってる人たちだって大勢大勢。そうね、そうに違いないわ。ごめんなさいね、大鳥さん。物騒な真似をしたことを謝るから、あなたも許してちょうだい。許せ。はいはい、許しますから許してください。大鳥さんってルチアちゃんと仲は良かった？良かったかと言われると微妙ですが。激辛パフェをもりもり食べてた。うわぁ、また思い出しちゃった。舌が焼ける。仲が良かったかどうかはともかく、地獄の戦友であることは間違いないです。そういえばそんな話もあったわね。あの日のチーは見てて面白かった。鼻水垂らしながら食べてた。なら今度はあなたが食べなさいよ。水水。わかったわ。天王寺君がそれを認めるなら全員傾注。黒板はないから聞き逃さないように。ノート取れない。先生、それはテストに出ますか？あら、なんで知ってるのよ。
風祭り師を放置はできないの。放置すれば周辺都市はおろか周辺国にまで拡散し、生態系へのダメージも甚大。最終的には数億人を殺すと計算されてるわ。唯一の解決策は核の炎で焼き尽くすことだと？バカにしてます！拡散する前の今しかない。その正気を撒き散らしたのは誰ですか？あなたたちじゃないですか！テロ組織が犯行声明？デタラメなこと言ってどこまで腐ってんの？地獄へ落ちろ！どこぞのテロ組織が軽々しく鍵に接触しようとするからでしょ。私もこれが仕方のないことだったで済まされることじゃないのは分かってるわ。でもね、今度の鍵はこれまでとは全然違う存在だった。人類の時代を滅ぼす死の扉を開ける鍵だったのはあなたも知っているはず。全世界と全人類を守るために風祭り師はその生贄にされたのよ。何をシャーシャーと。誰が風祭り師をこんなにしたんですか？核攻撃するのは誰ですか？テロのせいにすれば戦争も核も途上国への暴力もやりたい放題。世界は誰が滅ぼすんですか？風祭り師は誰が滅ぼしたんですか？鍵がなぜ、どうしてこんな時代に降臨したのか、それを考えたことはあるんですか？滅べばいい、こんな世界なんて。そしてそれを行うのは汚れたあなたたちの手じゃない！夜明けと同時に発射される。どうしようもない。はい、よかったですね。それで万事解決です。で、あなたらはここで何を？滅ぶ町でのんびり遊覧飛行ですか？ルチアを探している。無事とは思うが、行方がわからない。気の毒な人ですね、この花さんも。それについては返す言葉も一切の弁解もないわ。生まれた時からあなたたちのおもちゃで散々遊び尽くされた挙句、風祭り師毒ガス事件の犯人に仕立て上げられて、その挙句のご褒美は何ですか？この核攻撃は正気を消すためだけじゃない。この花さんごと全てを消し去って闇に葬ろうというだけのことじゃないですか！ルチアちゃんの発する毒は地球が死に絶えた世界で大地が吐き出す腐った死の息吹そのもの。生きる者と地球そのものにとって最も有害だわ。それは鍵とそのジェネレーターであるパワースポットの破壊に最も有効的と判断された。それで木ノ花さんを改造して風祭り師を丸ごと正気で飲み込む作戦になったと？馬鹿げてる！次世代人類プロジェクトは全て闇に葬られたことになっていた。しかしそれは表向きだったのよ。最上層部はルチアちゃんの使い道を知っていてブレンダを送り込み、ルチアちゃんを対鍵用の生きた正気爆弾に作り変えた。
だから私はルチアちゃんを保護しなければならない。ルチアちゃんだけがこのふざけた陰謀を証言できるのよ。この花さんには本気で同情します。ひどい体にされ、厄介者呼ばわりされた彼女が、どんな気持ちでひどい改造手術を受け入れたか、想像するだけで怒りをこらえられません。彼女が、不憫すぎる。私がこの花さんを誤解すると思いました？これでも、あの激辛パフェを食べ合った中ですよ。私は彼女を憎まない。彼女を生み出した本当に邪悪な人々と、その環境を憎みます。おそらくルチアは風祭り師を正気で飲み込んだ後、あの箱舟の核シェルターへ向かうよう命令されてるはず。最下層の冷凍睡眠装置は彼女を千年後へ誘える唯一のベッド。さらに彼女には多分あのシェルターの全てにアクセスできる最高レベルのカードキーが与えられてるわ。それを使えば内部からシェルターを完全封印できる。あれは次世代に文明を伝える巨大なタイムカプセル。完全封印されたら千年間外部からは誰も接触できない。奴らの陰謀を暴くにはルチアちゃんの証言が不可欠よ。彼女には奴らに復讐する正当な権利がある。私たちはシェルターの前で彼女を待ち続けたけれど、いつまで経っても現れないの。ルチアが命令を無視し、核シェルターに入らないことを自ら選んだ可能性がある。わかりますよ、気持ち。生きてなんていられるものか。それが、生まれた時から常に誰かのおもちゃにされた彼女の、一度も意志を尊重されたことのない彼女が初めて見せる反抗かもしれませんね。Thank you.
なたたち、本気で木ノ花さんを保護して、自分たちの不正を暴くつもりですか？ガーディアンのあなたたちが、ガーディアンと戦えるわけがない。私たちは、悪との戦いに生涯を捧げることを誓ってるわ。ガーディアンだからこそ、私は絶対悪を許さないし見逃さない。我ら、この身を捧げ、盾となり槍とならん。ガーディアンの槍で、ガーディアンの盾をつこうと？これが本当の、本当ですね。木ノ花さんを保護すると見せかけて、永遠に口を塞ごうっていうつもりじゃないんですよね。誓うわ。教義の神にじゃない。私とあなたが共に信じる正義に対してよ。あなたは、私が正義と良心に従うことを見届ける立ち会い人となればいい。いいですとも。私もそれだけが、この惨劇で命を落とした人々や仲間たちが報われる唯一の方法だと思います。私も、私の友人をもてあそんだ凶悪を許せるほど心広くありませんので。日の出と同時との情報よ。おそらく午前6時ちょうどだわ。午前6時って、あと108分。シェルターへの避難を考えたら30分は差し引くべきね。はい。夜明けと同時に米元船より核攻撃が行われます。もちろんです。ご安心を。あれの正気は数百万度の炎で完全に消滅します。万一にもそれ以上に拡散することはありません。ええ、それは容易でした。昇進のルチアをさらに薬物で判断力を鈍らせれば、どのような心理状態へも誘導できます。自ら死に場を求める従順な殉教者に仕立て上げる術など、すでに我々は千年以上も前から確立済みの技術です。もちろん、プロジェクトを離れ、短くない期間を経過している彼女が、私たちのマインドコントロールから解放されている可能性もありました。彼女が作戦への協力を拒否する確率は、私の計算で 45% ほど。ええ、実は彼女が拒否する可能性は、決して低くありませんでした。いえいえ、まさか。彼女が協力を拒否するケースも当然想定しておりました。それでも今回の作戦実行には全く支障になりません。万一彼女が作戦に同意しない場合は、彼女の脊髄を切断し、生きた人形にして冷凍睡眠装置に閉じ込める予定でした。それを正気爆弾として収穫祭会場の中央で爆破するつもりでした。ええ、そういうことです。彼女の協力意思など特に必要はなかったわけです。いいえ、一応はありました。延髄を切断する手間は省けましたから。
ええ、おかげでこの手を汚い東洋人の血で汚さずに済みました。データについてはバーソロミューが。我々は父しか知り得ない終末の日の秘密を握り、そして次の世界への扉を開く鍵までも手に入れた。我らガーディアンが数千年の歴史の果てについに手にした快挙です。今度はもう偽善者たちの横槍はごめんですわ。ありがとうございます、数奇教閣下。我らこの身を捧げ、盾となり槍とならん。